はい、こんにちは、116ウィンズです。数日前の話になりますが、マリナーズの今シーズンが終わってしまいました。2001年以来21年ぶりに臨んだプレーオフでしたが、 ALDS で同地区のライバルアストロズに3連敗。第1戦は9回2アウトまでリードしながらも逆転サヨナラスリーランを打たれたり、第3戦は延長17回までノースコアのゲームを戦うなど全試合僅差のゲームであったんですが、それでも結果は3連敗。レギュラーシーズンで16ゲーム差つけられているので当たり前といえばそうなんですが、やっぱりまだまだ戦力の面ではアストロズに及ぶチームではなかったと改めて痛感させられる結果となってしまいましたね。冬の補強でさらにチーム力アップを図っていってもらいたいところです。とはいえ最後が期待していた結果ではなかったにしても、今季マリナーズがチームとして大きく前進したのも事実。再建を終えて本格的にコンテンダーと呼ぶにふさわしいチームとなったのは間違いないでしょう。ということで今回は今季の良かった点、悪かった点を見ながら2022年マリナーズを振り返っていければなと思っています。はい、まずは今季なんといっても若手の躍動が一つ見応えがありましたよね。マリナーズは過去にも数多くのトッププロスペクトを擁しながらも、それを生かすことができず、某 MLB 雑誌のライターには、トッププロスペクトを育てられないんだからトレードしてしまえとまで言われたこともあるマリナーズですが、しかし今季はようやくその負の過去と決別できたのかなと。球界屈指のトッププロスペクトフリオ・ロドリゲスが1年目にしてチームの柱どころか、球界のスターの仲間入りを果たしそうな勢いで活躍し、ウィンザボリプレイスメント 6.0 でチームを牽引。新人王もほぼ彼で決まりでしょう。チームナンバーワンのバッティングもさることながら、開幕前ほとんど白紙状態だったセンターのポジションをしっかり守ってくれた点も本当に大きかったです。1年目とは思えないリーダーシップやスター性を遺憾なく球界に見せつけ、フリオが現れたことでチームとしてもガラッと変われた。暗黒時代との決別につなぐことができた。これは多くの方が感じていることではないでしょうかね。またフリオと同じくらい重要な選手として2年目のキャッチャーカル・ローリー、昨年はメジャーのピッチャーに全く歯が立たない感じのローリーでしたが、今季は攻守に成長。トム・マーフィーが序盤にシーズン全休となる非常事態にステップアップし、打っては球団のキャッチャーとしては新記録となるシーズン27ホーマー、数々のクラッチヒットも印象的でしたし、守りの面でも存在感を発揮しました。まともなレギュラーを見つけるのが難しいキャッチャーのポジションで、ウィンザーボリプレイスメント 3.8 の選手が出てきたのは大きいですよ。また先発ではギルバートとカービーの2人の才能あふれるピッチャーたちが台頭。ギルバートに関しては昨年よりも一回りも二回りも成長を見せ、今季シーズン通して一番頼りになる先発だったのかなと。カービーも90マイル後半の速球を中心に、もともと高い評価を受けていたビタビタのコマンドを MLB でも見せ、ルーキーであることを忘れるくらいの安定感でした。負けたら終わりのディビジョンシリーズ第3戦アストロズ相手に7回無失点ですからね。将来が本当に楽しみな選手たちが出てきた。期待されていた選手たちがしっかり成長してくれた、そんな1年だったのかなと思います。続いて今季のチームを語る上でブルペンの活躍は外せないでしょう。昨年の予想外の躍進を支えたのもまたブルペンでしたが、ただ今季序盤は少しらしくないピッチングが続き、6月19日時点でブルペン防御率が 4.18、 サドラーが今季全休、ステッケンライダーやミセビッチらの不調が響いていましたよね。そこに変わる形で今季新戦力がまた台頭。トミージョン手術から復帰したアンドレス・ムニョスはサービス監督から最も頼りにされるオプションとなり、防御率 2.49、 シーズン途中にスライダーの高速化に成功させてから、最速103マイルの速球に90マイル台のスライダーというチート級のボールで幾度となく相手を制圧してくれました。マーフィーはドラフト30、30目指名からの大出世。決してすごいボールを持っているわけではないんですが、変則気味のフォームを生かして、特に序盤のブルペンが苦しかった時期にゼロを並べ続けましたし、ブルペンに回ってからのマットブラッシュもピンポン玉のように曲がる変化球で打者を翻弄したと思えば、99マイルの速球をねじ込むパワーピッチングがまた魅力でしたね。ピンチでめちゃくちゃ頼りになりました。フェスタはシーズンの防御率自体は目立つ数字ではないものの、ビハインドリリーフを中心に途中活躍してくれて、トミージョン手術と DFA を乗り越えた彼が戦力になったのはファンとしても嬉しかったですね。彼らの台頭もあって6月19日以降のブルペン防御率は 2.72 と大幅に改善し、こんな感じで新戦力の台頭でブルペンの力を維持できたあたり、今後もブルペン不足の事態に見舞われることはあると思いますが、その穴を埋める選手が他から出てくるんじゃないかという希望を持つに至った1年でもありました。次、トレードデッドラインでフロントが本気で勝つ姿勢を見せた点ですね。レッズからこの夏先発投手で一番の評価を受けていたルイス・カスティーヨを獲得。昨年のマリナーズはプレーオフ争いに絡んでいながらも、チームの再建プランを忠実に守り、逆にクローザーのケンドール・グレンマンを放出する、今年のオリオールズが見せたような動きに出て、フロントが本気で勝とうと思っていないと、現場とファンの反感を買ってしまいましたが、今年はディポトさんが初めてオールインの姿勢を見せてくれました。もちろん対価は安くはなく、
トッププロスペクトのノエル・ビーマーテやエドウィン・アローイを含む合計4人を放出したことに対して、球界からの評価としてはカスティーヨ1人にちょっと出しすぎたんじゃないかと、そんな風な言われ方もしたものの、移籍後11先発で防御率 3.17、さらにプレイオフ2先発で14回3分の1、3失点のピッチングを見せられたら、もう大満足ですよ。カスティーヨがいなかったら間違いなく今年のチームはここまで来ていません。フロントが勝つことに真剣である点を示してくれたので、これからのマリナーズの動きにも期待が持てそうです。またカスティーヨの加入でより強固になりましたが、今季は先発陣がブルペンと並んで非常にタフでしたね。先発陣の故障離脱が1年間を通してまさかのゼロ、誰一人として予定された先発登板を怪我で回避することが一度としてありませんでした。イニングをしっかり消化していて、先発の投球回903回は MLB 3位、防御率も 3.75 と内容も決して悪くありません。マルコ・ゴンザレスやクリス・フレクセンのようなイニングイータータイプで、ある程度の失点はやむを得ないピッチャーにそれなりの先発機会を与えはしましたが、とにかく今年の先発陣に関しては、一定水準以上のピッチングで1年間活躍してくれたおかげで、基本的には毎試合勝つチャンスを作ってくれたのかなと。先発で怪我人が出てしまうとどうしてもその穴埋めは簡単にはいきませんし、パフォーマンスも落ちてしまうので、怪我なく投げ切ってくれたことがまず何よりの貢献だと私は思いますね。カスティーヨとの契約延長にも成功したので、今季後半戦の先発ローテーション5人を2024年まで確保することができ、来季以降もこの安定感あるローテーションを拝めそうなのは嬉しい限りです。続いて2年連続で90勝を達成した点ですね。去年と今年2年連続で90勝以上したチームは、マリナーズ以外ではヤンキース、ブルージェイズ、アストロズ、カージナルス、ドジャースしかいませんので、立派にコンテンダーやってると胸を張って良いと思いますし、またマリナーズはここ20年近く2年連続でさえ勝ち越したことがありませんでしたが、その負の記録も打ち破りました。コンスタントに勝つことができていなかったのが、暗黒時代を引き延ばす一因になっていたと思うんですが、ようやくそれも終わったと。加えて昨年は得失点差がマイナス51と、ぶっちゃけて言えば90勝したとは言ってもかなり運にも恵まれていた側面も否定できなかったところ、今年は得失点差がプラス67と大幅に改善。ほぼピタゴラス勝率通りの勝ち星の数なので、今年のマリナーズはまあ試合終盤のドラマやら、カオスボールやらと言いながらも、得失点差で見れば割と勝つべくして勝っていた。特にシーズンを立て直した6月19日以降のチームに関しては、ちゃんと強かったと言えると思いますので、こういった部分でも昨年と比べて確実にチーム力をつけたとは言えるんじゃないでしょうか。失点よりも得点の方が多ければ当然ながら勝てるゲームもおのずと増えてきますので、これはぜひ来年も続けてもらいたいですね。ここまでは良かった点として特に思った部分ですが、次からは逆に悪かった部分、まあ打線ですよね。昨年ほどではないにしてもまだまだプレイオフで勝てるだけの攻撃力はないのかなと。得点数はリーグの真ん中ぐらい、 MLB 全体ではやや下の部類と、点を入れることに関しては今年も苦労しました。 WRC プラス107と聞くと実は平均以上の打線だったんだなと驚いてしまうんですが、その割には全然点が入っている印象は正直ないですね。チーム全体としてはそれなりにホームランを打てて、またフロントが大事にしているストライクゾーン管理も発揮してフォアボールもそれなりに稼いではいたものの、そもそものアベレージが低すぎる。昔ほど単純な打率は重要視されていないかもしれませんが、それでも強いチームは一定以上のチーム打率は残していますので、確実性を上げてコンスタントに点を取れるような打線作りが今後は求められてくると個人的には思います。特に今年のような打者に不利な環境だとなおさら。あとはチームとして後半戦以降、フリオの爆発力頼みな場面も目立ちましたので、やっぱりオフにもう1人か2人実績のあるバッターが欲しいかなと思ったりもします。もう一つ新戦力がだいぶ働かなかったのかなと。これはちょっと痛かったですよね。攻撃の補強の目玉ジェシー・ウィンカーはシンシナティを出たことでまさかの大スランプに陥り、バッティングはせいぜいリーグ平均程度、おまけにレフト守備が壊滅的に悪化したため、今季の彼は攻守にいいところがなかったですね。同じトレードで獲得したスアレスが代わりにオールスター級の選手に戻ったので良かったですが、来季に向けて不安を残しています。もう一人昨年オールスターに選ばれたフレイジャーも、ポストシーズンはともかくシーズンを通して打撃不振、昨年から穴だったセカンドを埋めるには至りませんで、この二人が一気にこけたのは、今季頻打解消とならなかった一因でもありそう。また投手陣に目を向ければ、サドラーの怪我の直後に獲得したセルジオ・ロムは、まさかの防御率8点台で序盤に DFA、実質今年のために2020年オフに獲得したケン・ジャイルズは、わずか5試合の登板で再び怪我で離脱し、最終的にはブルペンの枠がなくこちらも DFA。昨年のサイ・ヤング賞ロビー・レイも、まあ1年間ローテーションは守ったけど、大型契約に見合うほど良かったかと言われれば、みたいな感じなので、全体的にあまり期待していた結果にはならなかったのかなと。リーグ優勝、ワールドチャンピオンを目指すのであれば、補強は必須で、またその補強組の活躍も絶対に欠かせないでしょうから、ディポトさんにはこの冬頑張ってもらいたいですね。
という感じで良かった部分悪かった部分見てきましたが、まあやっぱり今年も打線の悩みは多かったですね。延長18回の試合しかり、投手陣はどんな相手でも抑えられるくらいの力はあるので、打線がもう少し良くなるだけでも全然違うと思うんですよ。冬の補強でどれだけ変われるかに期待したいですし、また既存戦力ではハニガーも FA となる予定なので、彼についてもどうするかは気になるところ。今年は長年破れなかったプレーオフの壁をついに破ったので、次はずっと苦しめられてきているアストロズの壁を破りたい。リーグ優勝世界一の道の途中には必ずアストロズがいますので、彼らを超えないことにはその夢も叶わないわけですから、来年アストロズを脅かすだけのチームとなることを期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。